ちょこんにちは、ゆだかさん。もう最近ちょっともうプンプンじゃないんですけど、うん、審判の方のジャッジについて、うん、これも SNS でいろいろ、まあ昔から賛否両論あると思うんですけども、私も私の周りも結構うんっていうことが今年多くて、うん、まあ、例えばメジャーで言うと、あの大谷選手のあのボールの球をストライクコールだったりとか、最近だとあのマルテの3球っていうトレンドワードにしたんですけど、ゆだかさんご覧になってたと思うんですけど、やっぱりね、はい、空気の話をしていい、はい、やらなきゃいけない空気だとかさ、はい、ダメだと思ってもやらなきゃいけない空気っていう時ってない？あ、いやこれはちょっと違うけど、なんか周りがしらけるから、うん、ちょっとやらなきゃいけないのかなとか、はいはいはい、そういう空気ってあるでしょ、はい、空気っていうのは一番あの怖くて、はい、これ歴史上の話をするとさ、はい、戦艦大和が沖縄の方に向かう時に、うん、大半がやめろっていう話だった、絶対沈むって、はい、だけど行かなきゃいけない空気の中行っちゃったんだって。あ、だからその空気っていうのが怖くてさ、でもあの時のまあ、佐藤が代打に出てきてヒットを打つ、うん、あの一連の流れから甲子園がワン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 言う、うん、これが無観客だったらその空気っていうのは生まれなかったかもわからないんだよ。でも阪神ファンがうわーっと盛り上がってる、はい、手が上がらなかったんだと思うよ。ここで手を上げたらいいのかっていうような、うん、そういう気持ちもあったと思うよ俺は。あとカウントも想像せたってこともありますか？ツーナッシングから、ツーナッシングから大体、まあ、ボールにする、うん、3球勝負っていうのはなかなかない、はい、ね、うん、それもまっすぐで、はい、まあ、そういう気持ちもあっただろうね、外してくるんじゃないかという、うん、やっぱり審判もさ、はい、読むからさ、 そうなんですね、ある程度、はい、例えば、うん、真ん中に構えてもキャッチャーがこっちにインサイドに構えて、右バッターのここにね、ここに構えて、そしたら逆球が来たら、え、ストライクじゃないのってのはボールになるでしょ、はい、やっぱここに集中してるんだよ審判も。あ、でもあの時は外に構えて外来たよね、はい、でも伊藤光の構えがやっぱツーナッシングだけに多少ボールに構えてたんだよ、うんうん、でもシュートというかここにまっすぐ来たんだよね、ストライクのところに、はい、だから知らない。いや、だあれを見ててあのツイッターでもそうですか、阪神ファンの方もごめんねあれはストライクでしたってみんなやっぱり、うん、あと伊藤光捕手がやっぱ崩れ落ちるってなかなかシーズンに見ない。俺も正直言ってストライクだと思った、あれでゲームセットだと思ったよ、ああ逃げ切ったって思ったけど、はい、うん、だけどやっぱそういう空気が俺はそれを作り上げた、うん、やっぱその勢いだとか、はい、阪神ファンだとか、うん、その凄さだったと思うよ。いや勢いってね、はい、一言で言うでしょ、はい、その野球の時にあ勢いが出てきましたって、うんうん、これは何だと思う勢いって。野球の勢い、まあくまあ、その場の空気がそう持っていかせてるみたいな、うん、時間なんだよ勢いって。時間だから打線が、ね、はい、勢いづいてきたっていう時は、はい、必ずファーストストライクだとか、はい、そういうことを仕留めにいってるよ。だからあの時も大体3球だからみんなバッター、それでガンガンいってるのよ。まるでも3球、まあ4球かあいつだけ、はいはい、ね、4球でしょ、はい、でも大山初球でしょ、初球です。いやだから勢いっていうのはやっぱ時間なんだよ。あ、そうなんですね。だから間が必要だって言うじゃん相手は、はい、だからあの時にタイムを取ってマウンドに上がるとか、はい、そういうことっていうのは勢いをやっぱりちょっと止めるという意味合いがあるんだよ。それも作戦のうちの一つってことなんですね。そうそう、だから勢いっていうのは時間、うん、はい、ね、そういうことを覚えておくといいよ。だから大体3球勝負で、まあ、糸原だってボールボール、うん、ファーストストライクバーンとセンター前でしょ、はい、時間は早いよ勢いついてきたら。あ、まあそうですよね、勢いでどんどん今攻めていってるチームにとってはってことです、ね、だからバシャン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 打たれててさ、はい、審判が最後にボン、ストライク、ゲームセットってなかなか言えない雰囲気だったんだと思うよあの時は、うん、あ、俺はストライクだと思うんだけど、はいはいはい、でもそういう空気がそうさせたっていうふうに俺は思ってる。なるほどね、うん、でその SNS でも例えばそれをつぶやくと、あのね、あれはストライクじゃないかとつぶやくと、例えばもうそれは審判がボールと言ったんだからボールなんですよ、うん、審判がもう神様、うん、だから仕方ないんですよっていう仕方ないよ、ね、コメントもあったんですけど、うん、
これって例えば審判の方っていうのは日頃活性化したりとかテストではないですけど、うん、そういうのでこうなんか入れ替え制とかってなんですか。もうベテランの方がね結構あのいや主審とか一軍でやってるイメージがあるんですけど、あまあでもリクエストだとかこう入ってきて、はい、そのリクエストの中でいろいろやっててね、はい、で降格制度っていうのが出てくるとさ、はい、これはまた辛いよ。そう審判に審判で死活問題になるからね。まあまあ、ね、そうですよね。ましてやあんまりなり手が今多分いないんだと思うけどね。ですかね、そりゃね大変らしいよ。審判の例えば結婚されてて、はい、子供とかいる、はいね、アウトってリクエストするねリクエストセーフってそうなってくるとさ、うん、な子供が言われちゃうらしいよ。学校でですか、うん、お前のお父さんみたいな感じでなんか言われる人もいるらしいんだよ。でましてや SNS があってお前の親父ってまあすぐ分かりますよね。言われるんだよ。そこら辺はもうリクエストがあるんだから、うん、正確に出るわけだから。ただストライクボールだけは出ないからね、うん、そうなんですよ。でまたセンターカメラから撮ってるか分かるんだよね。はいバッチリ分かるんですよね。確かに甘いボールだったよ、マルテのは。3球はあれ、フライんだよ。振って三振すれば一番いいんだけどさ。そう、マルテが見たんですよね、うっと。そうそうそう。え、じゃあ、若手とか中堅の方がその1軍クラスのそういうゲームに出られるようになるには、うん、これって年功序列なんですか、やっぱり。まあ年功序列っていうか、まあ経験とかね、ファームでの試合数何試合をこなしたとか、はい、まあそういう審判を査定する人もいるし、うん、だからその人たちが上げてくるんだけどさ、はい、だけどやっぱ審判の方ってやっぱ大変だよ。わからないよ。だってビデオ見たってわからないんだろ。だから相撲の行事と一緒だよ。どっちかに上げなきゃいけないんだもん。まあそうですよね。そうだろ。確かにどっちかに上げない、ね、そうだね。間違える。だってさ、はい、走ってるやつらとかさ、プレイしてるやつらがさね、リクエスト、あ、リクエスト、リクエストって、ね、これ絶対アウトだってセーブってなっちゃうんだからやってる本人たちもわからないんだから間違えちゃうんだから、まあ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 、そうですよね。そうでしょ。それをね一瞬にしてジャッジをする、うん、それは大変だよ。ただ、はい、俺はリクエスト制度っていうのは反対で、はい、それなぜ反対かというと、はい、マルテがもう本当にストライクだったんじゃないかっていう、うん、これが人間がやるから生まれることでしょ。あれ機械があったら多分ストライクだと思う。終わってますよね、あそこで、はい、ね、うん、もう機械にマルテが頭ポンって殴られて終わるような感じなんだけど で,、ね、はい、でもアウトセーフ間違えるからドラマが俺は生まれてくると思ってるんだよ、はい、ね、うん、人間臭くていいじゃない。時として、はい、だ審判にちょっと悪いところで態度取ってしまったりするとやっぱね、際どいとこを取ってくれたり取れなかったりってなるからその駆け引きだったりとか。もうね、うん、有名な審判がいて、はい、頭文字が M っていうんだよ。 M さん、 M さん、はい、M さんに食らいついたらもう固くなだから絶対ダメですか。もう俺が DeNA に戻った時に、うん、はい、なんか明らかに誤審じゃないかっていう、まだリクエストもなかったから、はい、おいとか言って言ったら、ね、高さん、ダメダメダメって、あれは言っちゃダメみたいなあれはすごいからみたいな、ダメだ、そういう審判もいるんだよ。でもそれはこう理路整然とさ、うん、ビシッとしてるというね、はい、うん、だからそれはもうそれでもいいんだけど、それもやっぱり織り込み済みでの戦い方をやっぱり、うん、していかないと勝てないっていうこと。そうだね、だ、まあ、世当たり上手ではないですけど、あんなね、うん、昔だったら三島がバーン投げて、うん、ボールって言われたら、うん、審判に体当たりしに行っていや村山さんってさ阪神の、はいはい、ね、こうネット派だったんだよ、ザトペックって、はい、もう取っちゃ投げガーンって全身使って投げてて、うん、ボールって言われた瞬間にマウンドから走ってって、うん、審判にドーンと体当たりで、本当ですか、俺は一球にかけてんだと命を、うん、はい、ね、それをお前今のボールをボールって言うのかって、それはそれでかっこいいですけど、かっこいいよね、はい、それ審判どうしたんですかね、退場、いや退場でしょ、そうですよ、ね、もちろん村山さん退場ですね、退場退場だけど最近ね審判の場でにこう、うん、クレームというか確認というかさ、はい、する選手もいないよね、なかなかね、まあ、それはご法度になってんのかな、そういうことするのっていうのが、
なんかあんまりアピールをしないよね。そうですよね、うん、なんか言うと自分にすごい不利になってしまうからとか、SNS に書かれるとかまあそういうことがあるのかなと思うんだけど、うん、俺なんかねずっと三振してなかったんだよ、はい、それなんでかっていうと篠塚さんがずっと三振してなくて、うん、はい、篠塚さんを意識してたから、はい、絶対三振しないと思ってやってたのね、はい、うん、それ見逃し三振したんだよ。あ、取られたんですね、うん、明らかにこのインサイドのボール、うん、ね、もう食らいついたよ。なんて言ったんですか。いや、もう私がストライクって言ったらストライク、いや、それはその通りだって、はい、そしたら何も言えないと、うん、でも絶対ボールだって、俺ここのボールを見逃す自信、うん、これあると、はい、ストライクボールの判断は、うん、そういうことを言ったけどね、はい、言わなきゃ俺気が済まない方だったから。その後のジャッジ厳しくなりました、その時は。いや、甘くなった。逆に言ってみるもんですね。いや、言ってみるもんだ。だ逆にまあね、言うのがご法度な時代なのかもしれないですけど、そこは豊さんみたいになんかちょっとね、いや多分ね、うん、そういう熱さもスタンドに伝わると思うんだよ。そうですよね。だから別に審判が誤審するとか、うん、誤審しないとか、はい、敵とか味方とか、うん、そういうことじゃないんだよ、はい、お互いが一生懸命ジャッジしながらやってるということを、うん、やっぱこうスタンドの人たちも見たいんじゃないかなと思って、ね、そうですよね、うん、そうすると一方的な試合じゃなくてしらけることなく、じゃあさらに応援しようとか、自分のチームってなりますもんね。だから三島と、まあ、伊藤があれは抗議をしても、うん、俺は良かったようなボールだと思う、うん、逆にそこで時間を作ると良かったかなと思うよね。ちょっと間があればもしかするとあそこで阪神の流れを途切れさせる、そうそうそう、あそこで丸手を打ち取って終わったかもわからないね。それも作戦のうちの一つですもんね。そうだね、うん、分かりました、はい、はい。